さ、頭に書くやん。で、なんかネタになるもんないかなと思ってヒカルのインスタ見とってん、うん、気づいてん、何ヒカルの右肩見て、うん、耳根の手や感謝してるで。なんで私の手がそこにある、知らん。耳根が着とった服やん。でもネイルしてない。え、ちゃうわ、これ光の手やね。なんで光の手がそこにある。いや、これ光の手やね。だって私の服や。私が青い服だったの。この服は私の青い服やね。どの服？ナナがこうやっておるとして、私がこうやってやっとんの、うん、こんな遠くに映る。そんなこと言われても、そんなこと言われても。こんな遠くに映る？私顔を映して、じゃあここをこうしてこうやってやっと。いろいろとなアウトやね。これな。うん。ちょ、お姉さんこっち来て。イヤホン抜けたんですけど。これ。だからこうやってやって、うん、こうやってやっと私が。わかるの手？だってナナハの方に顔やっと思う。めっちゃ距離感変くない？ほら、うん、距離感がおかしいやん。誰もってと思って、これパーって見ていきよったらここ誰もおらへんかったからさ、心霊写真やん。心霊写真やと思って。心霊写真やん。え、でもな、光の手もっとゴツゴツしてない？いや、私の手やね、ほら。指輪つけてないけど。指輪つけてない、この時ヒカルの手大丈夫？大丈夫。そこ私の手、ほらまくってるやん腕。めっちゃ、じゃあ 身を前に乗り出したってこと？うん、そう。もう何を言うたやんか、もう。いや、びっくりせえへん。これこの写真見た時にさ、首から肩から手出てるって思わへん？普通に行くで、この距離感よ。なあ、ヒカルちゃんの手やって。はい、耳根の勘違いでした。勘違いでした。え、でも今日の距離感は怪しくない？コメントで怪しいというコメント待ってます。パッと見た時にな。この距離感やね、だって。だって撮った時何も思わんかったからな。何も思わんかった。私が撮ったもん、これ。だから、別に。誰もおらんかったよなって。前にリュウちゃんって私の後ろに心あったなって感じやって。で、写真こう見ていきよったら、ん？これ誰の手ってなってん。だってヒカルの足がわけわからんとこにあるのに。あなた軟体生物ですか？ねえ、多分あの全体で撮った写真があるから、多分そこを見たらかなり離れてもわかるはず、うん、あ、そうなんや、うん、こうかなり手を引いとんや。そもそもだから向こうにおんねん。何が？距離的に。光が、うん、顔だけこっちに来たってこと？そうそうそう。軟体生物め。騙されたな、耳で。びっくりしたわ。ほんでこれあなたアイコンにしとうからさ、大丈夫かなと思ってさ、いつよと思っとって。気になる人ちょっと光のインスタ見てみて。これでもパッと見た時はほんまに、え、誰の手ってなるから。これインストしてないから見れへんかった。見れへんね、うん、皆さん見てください。そうか、この人は軟体生物なんだ。で、これで見たらもう肩から手出てるやんと思って。え、あとそれスノーかなんかやろ。これはノーマルじゃないやろ。あれあの、まあ、ノーマルじゃないやろ。ユーライク、だからノーマルじゃないやろって。そうです。うん、そうなる。そんなことなるん？顔にピントが裏になってるから。そもそもだって顔の形を変えるやん、歪ましとうから、写真を。あー、それで変わってんやん。じゃあこれは光の手ということで、うん、
同じような体勢させたら多分そんな感じになるはず。あ、マジで、うん、今度やってもらおう。はい、はい、現場からは以上です。以上でした。大丈夫なのか。そうか、よかった。パッと見たらな逆になんか顔をなんかめっちゃでかくしとみたいな感じやな。そやな、うん、それめっちゃ私漏れとやろ。うん、かわいいな。うん、いや、かわいい、かわいいから手が出とんかと思う。そういうこともあるんやね。